ダブリンモスク本項目ではアイルランドのイスラム教について記述する。文書に登場するのは1950年代に入ってからである。国内のムスリムの数は1990年代以降増加しているが、そのほとんどがアイルランド国籍を持っていない。2011年実施の国勢調査では、 総人口の1.07%にあたる49,204人のムスリムがいる。イドリー・スイーが、次女、タブラ・ロジェリアナの中で、偉大なるアイルランドと記したのが、ムスリムによるアイルランドについての最初期の言及とされる。イスラム教の三日月と星が描かれているドロヘダ紋章1845年に、ジャガイモ基金が発生すると、オスマン帝国のスルタン・アブデュルメジと一世は、 大量の食料を積んだ三隻の船と共に、千本堂、アイルランド人に送ると表明。雑誌、ザ・ファウンテン・マガジンに掲載された、アブドーラ・エイモス記者の記事によると、イギリス政府は、船の入港を阻止しようとしたものの、食料は、オスマン帝国の会員の手で、ドロヘダ港へ、極秘裏に届けられ、同行に陸揚げされたという。なお、同行の荷物積み出し記録は現存しないとみられる。 複数の新聞記事では、オスマン帝国のテッサロニキを出港した船が1847年5月、ボイン側を訴状したとも言うが、ボイン側は当時、干上がっていたとする説もある。トルコにあるオスマン帝国関連の古文書館には、アイルランドの著名人がスルタンに書き送った感謝の手紙が残されている。アイルランドにおけるイスラム組織史は複雑であるが、これは、 アイルランド系ムスリムの民族的背景が極めて多様であることも少なからず影響している。国内初のイスラム教会は1959年に設立。アイルランドで学ぶ留学生らが立ち上げたもので、ダブリンイスラム教会を経て、アイルランドイスラム財団と名を変えている。当時ダブリン市内にモスクはなく、学生らは礼拝の際自宅を使ったり、後には金曜礼拝や、 イドアルイコールフィトルの礼拝のためにホールを借りたりした。1976年、アイルランド発のモスクとイスラム文化センターがダブリンシハリントンストリート7番地にある4階建ての建物に設立された。このモスクとイスラム文化センターの建設費を提供した人物の一人にサウジアラビアのコファイサル国王がいる。1981年、クウェートのイスラム省による支援で、 ドーモスクに常勤のイマームが置かれた。1983年、ダブリン市、サウス・サーキュラー・ロード163番地の建物を購入、改修の後、ダブリン・イスラム教会の本部がハリントン・ストリートからサウス・サーキュラー・ロードに移転した。現在のダブリンモスクとイスラム文化センターはここにある。広クには集合住宅に礼拝用のホールがある。 ー区のムスリムコミュニティは工業団地の外れにあり、新たなモスク建設のための募金活動を目指している。1992年にはムーサジー・バムジーが初のイスラム系国会議員に就任。2011年の国勢調査によると国内には49,204人のムスリムがおり、2006年の国勢調査に比べ51%も増えたという。 2006年の国勢調査では国内に32,539人のムスリムが居住し2002年の国勢調査より69%も増加1991年にはムスリムの数が3,873人に過ぎなかったことを考えると近年はかなり増えた部類に入るとはいえイスラム教はローマカトリックや教会の工人を廃止 国内では少数派の宗教を信仰。数の点でアイルランドのイスラム教は比較的少ないものの、ムスリムは国内で3番目に信者の多い宗教と言える。2001年の国勢調査によると、北アイルランドには1943人のムスリムがいるという。国内のムスリム共同体は多様かつ急速に増えているため、その数は把握されていない。これは、 ムスリムの大部分は移民であるか、旧植民地諸国からの移民の子孫であるイギリスやフランス、ムスリムの大部分がトルコ系移民労働者やその子孫であるドイツやオーストリアと同様である。ムスリムの55%強のうちアイルランド国籍を持つアジア系かアフリカ系の国民は30.7%に過ぎない。国内に居住する3万1779人のムスリムのうち 9761人がアイルランド国籍を保持し、6909人のアフリカ系国民よりも多いものの、アジア系国民よりは少ないという調査も明らかとなった。2011年の国勢調査によると国内に49204人のムスリムがおり、過去5年間で急増したという。1990年代末のムスリム経営移民は、好調な経済や、 イスラム諸国からの亡命によるところが大きく、1991年から2011年までの20年間で、総人口の0.1%から1.1%と1000%も増加。アイルランドイスラム文化センター2003年、アイルランドイスラム文化センターとアイルランドフォーラムが共同で、初めてコーランのアイルランド語訳を刊行。二千六年九月には、参加組織として、 アイルランドイマーム協議会が設立。スンナ、シーア両派から14名のイマームが参加しており、議長には、フセイン・ハラワ、副議長には、ヤフやアルフセインがそれぞれついている。その他、設立メンバーには、ウマル・アル・カドリ、サレム、ハレドそしてイスマイール・ホトワルがいる。ゴールウェイに、アフマディアヤのモスクが建設中。同地では事実上初のモスクとなる予定。 アフマディーや共同体は2001年に設立、ほとんどがゴールウェイにある。国内の主要大学には学生イスラム協会がある。また、アイルランド学生イスラム協会は2000年代初頭設立の参加組織である。ムスリム学生がアイルランド社会に積極的に貢献するべく助言や支援を実施。ありがとうございます。